斉藤栄吉は日本の実業家。富山銀行代表取締役頭取として2015年に同行の当初一部上場を果たし同年乱受報奨受賞。富山県福密町で後に福密信用金庫理事長を務めた斉藤俊智の子として生まれる。富山県立高岡高等学校を経て1978年に一橋大学商学部を卒業し、 日本銀行入校。1985年イエール大学大学院修士、家庭修了。日本銀行では、香港駐在を経て、国際局参事役、業務局参事役、鹿児島支店長、国際局審議役、発見局長等を務めた。鹿児島支店長時代には、同支店の広報のため、ホームページを開設させたほか、2001年4月から、 半年間鹿児島国際大学非常勤講師として金融論の講義を担当するなどした。2008年に直頭取リ組で富山銀行副頭取リに就任。業務運営を改善する専門委員会の委員長としてコスト削減を進め、ビデオ会議など情報技術による店舗業務の効率化、新卒採用数抑制などの方針を決めた。2009年、 高柳拓造の公認として、富山銀行頭取に昇格。高柳氏も元実人であったため、二代続けて日本銀行出身者の頭取となった。世界金融危機などによる景気悪化の中、経営に当たった。2013年から高岡商工会議所副会頭、富山県経営者協会幹事、2015年東京証券取引所市場第一部に、 上場を果たし、同年乱受報奨受賞。日本銀行によるマイナス金利政策が続く中、金沢市に初の県外営業拠点を設置するなどして、保険や投資信託の販売強化を行い、2018年には過去最高益を達成した。2019年には高岡駅前に本店を新設。全行員にスマートフォンを配布するなどして、 業務効率の向上に取り組んだ。前日まで元気であったが、2020年5月19日、早朝に自宅で死去しているのが家族に発見された。64歳没。富山銀、飛躍へ思い新た一部上場記念誌、祝賀会、北日本新聞2015年中に活用記斎藤英吉氏。 2010年7月24日、掲載北日本新聞2010年7月24日1時29分2008年5月8日、日本経済新聞2001年4月3日、日本経済新聞2009年6月25日、日本経済新聞2009年5月16日、日本経済新聞、副回答に、斎藤し高岡商工会議所報告。 富山新聞2013年10月10日、富山銀、飛躍へ思い新た一部上場記念し、祝賀会、北日本新聞2015年12月8日、富山銀行利益が過去最高に、チューリップテレビ2018年5月11日17時41分、金沢に、県外初の営業拠点富山銀頭取りに聞く、実験的な店舗に、 日本経済新聞2017年2月7日6時、富山銀行の斉藤頭取死去、リーマン後に財務体質強化。日本経済新聞、2020年5月21日閲覧。富山銀、斉藤頭取が死去64歳、地域経済回復に人力2020.5、200時39分北日本新聞、斉藤英吉氏が死去富山銀行頭取。 日本経済新聞2020年5月19日閲覧地域密着の姿勢貫く斉藤さん休止歌う踊取 CM に楽曲北日本新聞2020年5月19日ありがとうございます